浦和宿、浦和宿は、日本の近世にあたる江戸時代に整備され、栄えていた、宿場町。中仙道69時、基礎街道69時の、内江戸、日本橋から数えて3番目の宿場、武蔵国のうち、第3の宿。また、北は、日光街道と連絡し、南の府中通り、第三道、相模大山及び大仙一村、現 大仙阿リ神社茂出の道の一つとは、荒川の渡し場二箇所、羽根層の渡し、現、埼玉県敷市内と、秋ヶ瀬の市、現、埼玉県埼玉市内によって繋がっていた。現在の埼玉県埼玉市浦和区、旧浦和市にあたる。所在地は、江戸期には、東海道武蔵区に足立郡浦和号浦和塾。浦和宿は上町、後に、時和町、中町、 下町、後に、高砂町からなり、現在は区画整理を経て、時は、中町、高砂がそれぞれ対応していい。1591年、天正19年までは、大宮宿は、馬継ぎ場で、宿場はなく、北隣の宿場は、揚尾宿であった。浦和宿は、幕府直轄領、通称、天領であった。徳川将軍家の高の旧白書は、画名で、 五殿と呼ばれたものであるが、当時の浦和塾の中心地であった時和町、旧浦和宿上町、現浦和区時和一丁目には、早期の五殿である浦和五殿が設けられていた。このことが浦和塾の起こりとされている。それ以前は、超神社や玉造院の門前町として栄えていた。施設はしかし、近隣の高野塾で、文禄2年、1593年に、 高野巣御殿が建設された後の慶長16年1611年頃には廃止され、以後は幕府直営のお林として管理されるようになった。当時を伝える者は明治26年1893年の浦和地方裁判所、現埼玉地方裁判所の前身建設に伴って姿を消し、現在は裁判所跡の赤レンガ堀を残す公園。 時は公園となっている。道中奉行による、天保十四年、1843年の調べで、町並み十0四十二件約 1.2km、宿内人口1230人、うち、男609人、女616人、宿内科、数273件、うち、本人1件、脇本人3件、畑55件、問屋は1件、 考察所一件、地震万所一件。現在は埼玉県の県都として大都市に発展している浦和であるが、江戸から近すぎたことから通行者は休憩がある字で旅館が少なく、江戸期の浦和塾の人口は武蔵国に属する板橋塾から本庄塾までの宿場10カ所のうち8番目と少なかった。宿場町としては、 規模の小さい浦和塾であったが、市場としては、戦国時代からの歴史があり、毎月の二と七の日には、六歳、死、六歳一が経って、賑わいを見せていた、二十七の死。浦和宿上町の人々が祀った時計稲荷神社、時計稲荷神社の鳥居を中心として、南北二丁、百零点二キロメートルの範囲が市場であったと言われて、おり、当該地は、 埼玉市の史跡として登録されている。市神や低空洋を残す市場跡は、全国的に珍しく、近世商業史を知る貴重な史跡となっている。市は、昭和初期までは続いていた。時は公園へ向かう、道の入り口にあって、野菜を売る、姿の農夫の銅像も、かつての市場の様子を伝えている。六歳市とは、中世において、 一定の地域にて月のうち六回開かれた定期誌であり、日は一と六、二と七などといった組み合わせで開かれるものである。六歳誌が語源とする六歳日は八歳会に由来する仏教習俗で特に身を包み、正常であるべき日とされた6日を言う。毎月の八日十四日、十五日二十三日二十九日三十日がそれであった。 星野本兵家が代々勤めた本陣は、敷地約1200坪、約3966.9平方メートル、222坪、約733.9平方メートルのおも屋を、はじめ、表門、土蔵などがあり、問屋や、考察場、自身番書が設けられていた。明治元年、1868年及び3年、1871年、 の明治天皇の氷川神社行幸の際には、ここが安在所となった。しかし、明治のうちに、星の家が断絶し、建物は、緑区大牧の大熊家に移築された、表門以外ことごとく破却されてしまった。明治天皇行財書士の石踏みが王子を忍ばせる。その後は公園化され、埼玉市の史跡となっている。浦和塾は、北は、日光街道と連絡し、南は、 府中通り大三道と結ぶ追い分けの地勢にあった。詳しくは導入部ですでに述べているので参照のこと。江戸方に一つ手前のわらび塾の項目でも述べているが、この界隈を越えて、情報、軽川へ向かうと、しばらくの間、うなぎを食えせる店がなくなってしまう。そのため、ここで食べていく客が多く、わらび塾と浦和塾は共に、うなぎで有名な宿場町であった。 また、江戸に向かう旅人は、戸田の私を越えればついに、江戸という立地であるため、宿泊し、生をつけるため、うなぎを食することも多かった。仕入れていたのは、別所沼、県、埼玉市内で採れたうなぎである。現在でも浦和区を中心に、うなぎの老にせがの木を連ねており、浦和うなぎ祭りや、浦和うなこじゃんなどうなぎに関する文化が残る。わらび塾から、浦和塾へ向かう。 ちょうど道半ばあたりに、小米坂、焼き米、マイナス坂と呼ばれる場所がある。江戸の昔にはここに、新名物焼きベーの看板を掲げて、焼き米を食べさせる、立場茶屋数券があって、いつしか地名が定着していったようである。当時の焼き米というのは、もみのままの米を焼き、それを、突き、ついて殻を取り除いたものである。これは、保存食として、古くからあった。 調理法で、そのまま、もしくは、入り直したり、水や茶に浸して、柔らかくするなどして食す。旅人の携帯食としても重宝割られたであろうことは、想像に難くない。また、江戸方から上方へ急勾配で、大宮大地を、上、登ること約160メートルという、この坂道は、当時の旅人にとって難所であったと伝えられている。浮世絵師 経済衛線が浦和塾を描くにあたって着目したのは、この焼き舞売りの茶屋であり、小米坂手前を視点として、浦和塾と浅間山を望む構図であった、右上の画像を参照。浦和塾の少し手前岸村、現在の岸町にある月神社は、社殿では由緒を噛み落とし、少なくとも平安時代以前の創建と見られる古社である。月とは、祖洋町の町、 三木物、三木物、三木物,物、すなわち、年貢のことであり、東山道時代の武蔵国の長はここに集荷された後、朝廷に届けられた。しかしその役割は武蔵国が東山道から東海道へ編入された後期2年、771年をもって終わりを遂げた。その後、月は恩陰によって月と結びつき、月町信仰、月町供養の地となってゆく。 それゆえウサギを紳士とし、この社にあって、境内入り口を守護しているのは、狛犬ならぬウサギである。また、月は、運勢の月に通じるともしている。木曽路名所杖に、富士浅間海武蔵下池日光上州伊加方など、鮮やかに見えたりとある、全方位的に見晴らしの良い名所として知られ、六国県と呼ばれていた。文久四年、1864年1月23日の、 朝に、水戸藩家臣、宮本鹿太郎と、その後見人3名が、千葉修作門下の下、丸亀繁浪人、葛西慶之助を、父の仇として打ち、4年越しに本会を遂げたという、一本杉の仇討ちの現場と伝えられる。葛西は乗り合わせた船中で、宮本の父と口論となり、その命を奪ってしまったものであったが、その後、そうとなるために、江戸へ下る途中であった。 火災を憐れんだ村人が、供養塔を建てたが、今はそれも失われ、一本杉と刻まれた石碑が、針ヶ谷三丁目の旧中仙道脇にひっそりと立つ、ばかりである。火災の墓は、近くの黒ル神寺にある。与野駅東口前の交差点に半利塚として、推定樹齢300年高さ13メートルの欅があったが、2008年に樹木院の診断で、 根本,本部分に回復不能の腐食が見つかり、2010年5月19日、深夜に管理者の埼玉市によって伐採された、与の駅構内に幹が展示されている。江戸時代、隣の大宮宿に柳屋という飯森盛りがあり、街道筋でも評判の千鳥、宮古鳥という美しい姉妹が旅人の相手をしていたという。やがて千鳥が、 宿場の材木屋の若旦那と恋仲となり、末は夫婦にと固い約束を交わす。ところが、赤八州を荒らし回る、大盗賊、新東徳次郎が横連母し、何が何でも千鳥を見受けするとしつこく迫り、挙句の果てには宿に火をつけると凄んで手をつけられなく、なった。これを知った千鳥は思いまって、高台橋から身を投げてしまったという。今日、 高台橋の傍らにひっそりと佇む、女郎地蔵は、千鳥を哀れに思った町の人々による混流と伝えられる。さて、千鳥の悲劇があった頃、高台橋付近では鬼火、火の玉が多く見られた。人々はこれを高台橋から見投げした千鳥の霊魂で、あるとか、傍らの不動明王像のいたずらであるなどと噂しあった。そんなある日の夜、一人の男が、 松の陰に潜んでいると、谷間から鬼火が現れた。これに恐れをののいて、男は鬼火に向かってでたらめに切りつける。すると、大きな悲鳴が聞こえ、そして、ものすごい行走の男が姿を現した。その男は、俺は不動明王だ。お前に剣を切り落とされたと言い残して消えてしまった。この話を聞いた人々が翌日様子を確かめに行くと、 恐ろしい顔をした、不動明王像は剣を持っていなかったという話である。以来、像は、日の玉不動と呼ばれるようになった。江戸方から上方へ、おおよそ、道なりに記す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。